やばいなやばいな、いっぱいいっぱいだなって思う時って、チョコレートを食べたくなりませんか？はい、こんばんは。小室ゆりのゆるサプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USB プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。チョコレートって最強のお菓子だなって思うのは私だけでしょうか？いや、やばいな、ちょっと本当にいっぱいいっぱいだな、頭テンパってんな、余裕ないなっていう時って、食べたくなるのってチョコレートなんですよね。癒し成分が含まれているんでしょうね。それを考えるんだったら、チョコレートの中でもポリフェノールが高いものとか、カカオがたっぷり含まれている 75%、80% みたいな、そういうものの方が本当はいいんでしょうけど、こういう時に限ってベストはアルフォートだなとツイッターにも書いたんですけどね。いや、こういう時のアルフォートって最強だよなって。あれね、カロリー高いんですよ、アルフォートって。そりゃそうですよね、全粒粉のこうビスケット地にお砂糖たっぷりのチョコレートが乗ってて、1個で、あの通常サイズのアルフォート、あれ1個で確かね、100キロカロリーぐらいいくんじゃないかな。3枚食べたら普通のご飯、あのお食事、朝食昼食、それと同じぐらいのカロリーはあるんですけど、やばいですね、止まんなくなりますね何がそんなにテンパってるかって、はい、いよいよ来週に迫ってまいりました。10月17日火曜日19時から、小室ゆりが代表を務めます全国愛妻家サポート協会、この協会のキックオフパーティー、これで、はい、慌ただしく、そして嬉しく毎日を過ごしている、そんな小室ゆりです。今週もどうぞお付き合いください。本当に待ってますよ、パーティー来てくださいね。それでは今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントをご紹介します。今週お渡しするサプリメントは、気になるサプリ。このコーナーは、私男女コミュニケーション心理師小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。今週は結婚観について、ミレニアル世代と Z 世代の違いというものが分かったというようなニュースをお届けしたいと思います。毎月2週目は探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さん。若梅さんからは結婚詐欺についてお話をしてくださいます。めっちゃ楽しみです。さらに全国で占い講座が大人気です。占い癒し所八雲庵オーナー萩原八雲先生監修の占いサプリ、今週のテーマは食欲の秋、アルフォートが止まらないのがやばいです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、やばいなと思った時のスイーツ、何食べますか、教えてください。メールアドレスはinfo@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、チャトのビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メールには必ずご住所、お名前、
お電話番号を明記の上送信をお願いいたします。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ。私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ。今週は旅ラボからこんなニュース。今若者の恋愛では駆け引きよりセルフケアできる人が爆モテする。今の時代声の駆け引きは逆効果かもしれないといったニュースが入ってきました。オープニングでね、結婚観と言いましたが恋愛観ですね。でもまあ結婚観にも通ずるところだと思います。出会い系アプリ Tinder の調査によると Z 世代の恋愛はミレニアル世代に比べて複雑ではないことが明らかになったそうなんですね。調査によると Z 世代のシングルはパートナーを探す際セルフケア、メンタルヘルスを優先し、信頼性、オープンさ、心の健康を重視していることが分かった。一方、ミレニアル世代33歳から38歳の回答者の4人に3人が駆け引き、複雑なシグナルなどマインドゲームを若い頃によくやっていたと認めている。それとは反対に Z 世代は恋愛において駆け引きは不要なようだ。なるほど。これミレニアル世代と言ってますが、ミレニアル世代以前と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。18歳から25歳の 80% の回答者が恋愛においてセルフケアが最優先と考え、 79% はパートナーにも同じような価値観を持っていることを望んでいる。この調査、今年の1月と2月に交際に積極的なシングルである Z 世代4000人と4月にミレニアル世代の独身4000人を対象にアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアで実施されたものなんですね。このアンケート調査に専門家はセラピーに通い自身の過去のトラウマ、癒しに取り組むことは今やパートナー候補にアピールできることであり、若い独身者の 75% 近くが精神的な健康に前向きである、あるいはすでに取り組んでいる相手であればより魅力的に感じると答えていると。そうなんですね。別なデートアプリであるカフェミーツベーグル、この創設者もこの傾向を認めているんだそうです。彼女は Z 世代の出会い系アプリを表面的な交流のためのプラットフォームではなく恋愛のゴールを共有する志を同じくする個人とつながるためのツールだと答えているんですね。この傾向は恋愛の追求において効率的、信頼性、意味のあるつながりを重視する世代であることを示していると。 Z 世代は相手を惑わせたり複雑なシグナルを送ったりするような心理ゲームを避け、自己愛と自己実現を優先する。恋愛において価値観だけではなくそのテクニックもまた Z 世代特有のものがあるということらしいんですね。恋愛って押し引きだとかテクニックだ、そのテクニックだっていうのを相手に向けるのではなく自分自身を高めたり癒したりするためのものであると。この自分軸ってよく言うと思うんですけど、自分軸をより大切にする人が魅力的に映る人であるということなんじゃないかなと私はこの記事を読んで感じましたね。まあそうだと思うんですよね。本来は自分を大事にできる人でなければ他人を大事にすることもできないし、幸せにすることもできないし、愛することもできないって思うんですけど、自分を大切にするっていうことは自分のダメな部分とかできてない部分もまた自分自身で認めてまるっと
愛してあげることができないとそれは叶っていかないことなので、結構しんどいことなんですよね。それこそセルフケアができる人じゃないとそれができない。だからその見たくない部分、しんどい部分を相手に委ねることで楽になる。その一つの手法っていうのが複雑なシグナルを相手に渡すことだったりするのかなって。そういう回りくどいことがもういらないよ、よりストレートなシグナル、その方がよっぽど効率的に恋愛ができるんだなと、この記事から読み取ることができたかなと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ。ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵者、現役探偵の若梅秀隆さんです。今週は結婚詐欺についてお話をしてくださるそうですよ。それでは若梅さん、よろしくお願いします。こんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵者、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は探偵が教える結婚詐欺の実態。結婚詐欺はですね、昔から本当にある調査で、まず婚前調査として依頼する方が非常に多いです。で、実際調査をしてみると、詐欺師であったと、やはり騙されていたということが多いです。で、結婚詐欺調査では、数多くのですね、逮捕事例や損害賠償請求の実績もありますので、ぜひ参考としてお話を聞いてみてください。で、まず被害に遭う方なんですけれども、やはり30から40歳代ぐらいの女性の方から被害に遭うことが非常に多いです。で、男性の被害者ももちろんいるんですけれども、男性の場合はただお金をちょっと取られたり物を買わされたとか、そういったパターンが多いんですね。で、出会いのきっかけみたいのはやはりマッチングアプリであったり、ネット関係で知り合うというとこが最初のきっかけになります。で、大抵詐欺師はですね、 IT 系経営者とか、何かの会社を経営しているなんかを言うんですけども、なかなかその実態を明かさないパターンが多いですね。で、結婚の約束っていうのは付き合いをしてから絶対言わないんですよ。
結婚しようとは絶対詐欺師は言わないので、その代わり一緒に住もうとか、またあの財布は一緒だぞみたいなことを言って、その結婚を濁わせると。で、相手にしてみると、あ、もう結婚してくれるんだと勘違いさせると。で、最初はまあデート費とかホテル代なんかを出してくれるんですけど、まあ、そのうちですね、全てをまあ支払いは払ってもらうようにしていく。そこで様子を見る感じになります。この人は払ってくれるのかどうかと。で、その後、まあ、事業が失敗したとか、まあ、部下がミスしてもうすごい損害が出ちゃったと、その金額を一旦肩代わりしてくれないかと、一旦出しといてくれないかみたいな形で高額な金額を請求して、まあ、それをもらってしまうと。で、その実際はですね、会社経営なんかしてないんで無職であったり、あとはパチンコとかギャンブルにそのお金を使われて、またあの既婚であったりとか本命の女がいるっていうのがほとんどですね。で、必ずですね、やはり肉体関係のつながりはその被害者とあって、やはりあのそちらの方が強いのか、まあ、そこに依存してしまうパターンが非常に多く感じられます。で、言葉の DV などでやはり相手を恫喝したりとか、で、ただ言っといて、あの時はごめんねというように、飴と鞭を使い分けて、まあ、DV の依存にさせるパターンが非常に多いです。で、相談者の方はですね、まあ、誰にも相談できず、まあ、お金もですね、借金してまで、相手に渡してしまっているので、その金額が払えなくなって、まあ、もしかしてこれ結婚詐欺かもということで相談になるパターンが多いです。で、相談に来ても、まあ、私は本当は騙されてないと、彼を本当は実際信じたいっていう気持ちが半分以上やっぱあるんですよね。で、実際調査を行って結果が出た時に、まあ、その事実を知ってショックをかなり受けます。やはり騙されていたんだと。で、その後やはりそのショックからですね、お金がもう被害額が出ているので、まあ、その弊社の調査を行った証拠をもとに、まあ、警察に相談、または弁護士を使って、また逮捕、損害賠償請求などを行っていく感じになります。で、まあ、やはりあの結婚詐欺っていうのは非常にあの巧妙に何度も何度もですね、そういった詐欺師っていうのはあの経験値を積んでやっていきますので、なかなか見抜けないのが事実です。で、今回は探偵が教える結婚詐欺の実態をお話しさせていただきました。探偵依頼の、ご相談は MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。まあ、最後まで聞いていただきありがとうございました。やっぱりあるんですかね、結婚詐欺。今時とか、いやいや、まさか自分はとか、自分の周りはって思うかもしれないけど、あるんでしょうね。いや、私今自分で気をつけたいと思いますって言ってどうなんだって思ったけど、気をつけておくに越したことはないですよね。自分がそうなるかもしれないと思うのが一番の防御策になるんじゃないかなと思いました。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵、 MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもご覧くださいね。占いサブリ、占い講座が全国で大人気です。占い癒し所ヤクモワンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。あなたをあなたと食べたい、食欲の秋ですよね。私はいつでも食欲満点です。それではセクシーに食べちゃうぞ。おひつじ座、秋になったら食べたくなっちゃうのは松茸かしら。あなたが用意してくれる松茸が一番好き。おうし座、
食欲の秋だから目の前にあるものが全部おいしそうに見えちゃう。やっぱり一番おいしそうなのはあ、な、た。双子座。秋の果物ってどれもおいしそうね。でも私が好きなのはあなたと一緒に食べるバナナよ。カニ座。今夜の夕食はあなたのお家でキムチ鍋がいいわ。食後のお楽しみも期待していいのよ。獅子座。お休みの日はバーベキューね。私はお肉とお野菜を用意するから、あなたはウインナーとお酒を持ってきてね。乙女座。食欲の秋だからって食べ過ぎはダメよ。下腹部のお肉毎日チェックしてもらうわよ。天秤座。お肉もお魚も全部食べられるバイキングって最高。デザートの後は私食べる。サソリ座。リンゴは体にいいけれど聖書では禁断の果実なのよ。本当に禁断の果実かどうか、これから試してみない？いて座。皮ごと食べられるぶどう、おいしいわよね。でもお口に入れた時の食感は皮がない方が好きよ。ヤギ座。あなたは生ガキ、私はガキフライ。男の人ってやっぱり生が好きなのかしら。水亀座。五目ご飯の具はごぼう、人参、椎茸、油揚げ。五つ目の具は私。魚座。豚汁って疲労回復に効くんですって。そろそろ聞いてきた頃なんじゃないかしら。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週このコーナーが始まります。新しいミニコーナー、女風サプリ。ご担当いただくのは新人女風セラピスト、ゆずきさんにお願いをしております。ゆずきさん、先月ゲストで出てくださいましたね。ただいま着々と準備していただいております。どんなお話が出てくるのか楽しみにしておきましょう。来週から新コーナースタートです。女風サプリ。さて、冒頭でもお話をしましたが、10月17日火曜日19時から有楽町にありますイタリアンレストランチャオにて小室ゆりが代表を務めます全国愛妻家サポート協会、こちらの協会のキックオフパーティーがございます。ぜひ皆さんにも応援いただきたいです。
詳細お申し込みお問い合わせは小室ゆりの Facebook ページ、こちらをご覧ください。 Twitter でも情報を流しております。さらにはですね、10月の23日日曜日、埼玉県へお邪魔することになっております。10月23日日曜日朝6時半からです。埼玉県みその倫理法人会、埼玉みその倫理法人会様にてご案内させていただきます。こちらインターネット検索、埼玉みその倫理法人会、埼玉みその倫理法人会、検索をお願いいたします。朝早いですけれどもね、小室ゆりと素敵な日曜日を一緒に過ごしませんか。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくうで柳原バーナー演芸集団FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮人さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。自分の欠点ばかり気になりだしたら、そんな劣等感を直してくれる人間はこの世に一人しかいない、つまりあなた自身だ。アメリカの能力開発研究者デール・カーネギーの名言です。劣等感を直してくれるには褒めることが必要かなと思います。自分を落とせるのも上げられるのも自分自身なんですね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた